目覚発電所は、長野県木曽郡上松町大矢沢川にある、関西電力株式会社の水力発電所である。木曽川水系にあるダム水路式発電所で、最大出力3万5千キロワットにて、運転されている。本校では、同じ上松町内に位置し、目覚発電所の放水によって発電する、上松発電所についても記述する。こちらは、水路式発電所で、 最大出力8 0 0 0ットにて運転されている。運転開始は、根覚発電所が1938年、ア松発電所が1947年。根覚発電所は、ダム、同水路の双方により、落差を得て発電するダム水路式発電所である。最大使用水量65.80リッター、片メートル毎秒、有効落差64.29メートルにより、 最大3万5千キロワットを発電する。根覚め発電所は、基礎川本川並びにその支流大滝川、小川より取水する。その内大滝川は高さ35.2メートル、長さ132.5メートルの基礎ダムを取水ダムとする。取水口はダム岩にあり、2階建て構造となっている取水口の内上部を使用する。基ダムが年に完成した際、 根覚め発電所の取水口はここへ移された。元々の取水口は、ダム上流、基礎町三竹あざ黒田にあり、高さ5.0メートル、長さ72.0メートルの取水関の右岸に設けられていた。基礎川本川の取水関は、基礎町福島あざ川口に位置する。旧神戸発電所の取水関を根覚め発電所、取水用に回収したもので、 高さ8.5メートルの石柱の上に高さ2.15メートルの4連、プラットトラスを置き、4門のストーニーゲートを設ける、という構造である。取水口は、石の砂岩にある。小川の取水石は、上松町を大和小川浅、長道沢に位置し、その砂岩に取水口がある。ネ覚発電所用に新設されたものだが、基礎発電、大滝川取水口からの流水と、 木曽川取水口からの流水は、大滝川、木曽川の合流点の右岸近くに設置された合流地へとそれぞれ導水される。大滝川取水口から合流池までの導水路は、もともと長さ 3.4km で、トンネルと暗渠で構成されたが、木曽川合流点の約 300m 上流側に建設された木曽ダムへと取水口が移ったため、導水路の長さは短くなっている。 木曽川取水口から合流池までの導水路は長さ 2.24km で大部分が旧神戸発電所の導水路を回収したもの。旧発電所水槽から合流池までの区間が根ざめ発電所建設に伴う新設区間で木曽川砂岩を通る導水路を右岸側へと渡すための再本式水路橋がこの区間にある。合流地から発電所上部水槽までの導水路は 長さ4 3トル。全区間トンネルで構成され、1800分の1の勾配がついている。小川出水口からの導水路はそのまま上部水槽へつながっており、その長さは1 9メートル。トンネル、または暗居で構成され、1300分の1の勾配がつく。ネ覚発電所の建屋は、木曽川右岸。 支流小川との合流点手前の上松町を大技、小川あ北野に位置する。建屋は、鉄筋コンクリート構造で、総面積は971.2平方メートル。上部水槽からは、長さ212メートルの水圧鉄管にて水を落とし、二組の水車発電機を稼働させて発電する。水車は立軸炭林炭流渦巻フランシス水車を、 採用し発電機は容量2万キロボルトアンペアのものを備える。周波数は 50.60Hz の双方に対応する。水車、発電機ともに、日立製作所制である。根覚め発電所では、当初は使用した水を放水路にてすべて基礎側、本川へ放流していたが、1947年になって放水路直結の揚げ松発電所が竣工した。 この揚げ松発電所は同水路のみで落差を得て発電する水路式発電所で最大使用水量48.65立方メートル毎秒有効落差21.10メートルにより最大8000キロワットを発電する揚げ松発電所は根ざめ発電所放水口に直結するため取水石を持たない上部水槽につながる洞水路は 全長2507メートルで大部分をトンネルが占める。水槽から水車発電機へと水を落とす水圧鉄管は長さ21.1メートルのものを一条設置。水車発電機は一組あり、水車は立軸炭臨単流渦巻フランシス水車を採用、発電機は容量1万キロボルトアンペア、周波数60ヘルツのものを備える。水車。 発電機は大峰発電所にあった二組の打ち片方を転用したもので、水車はポイント製、発電機はシーメンス製である。発電所建屋は鉄筋コンクリート構造で、総面積は446.5平方メートル。根覚め発電所を建設したのは、大正、昭和戦前期にかけての大手電力会社大道電力である。発電所の建設地点は、 大道電力が推理権を持っていた、駒金地点を上下に分割したうちの上流側に当たる。下流側は、桃山発電所として1923年に開発されたが、上流の根ざめ地点は、電力需要の関係で長く開発されなかった。駒金地点から分割された時点での推理権許可では、 最大使用水量は1000立方弱毎秒に止まり、発電所出力は1万キロワット程度となる予定であった。大道電力ではその後の計画見直しでの3地点を根ざみ地点に組み入れて落差を増加させるという計画を立てた。その上、使用水量も増加し、大滝側から1600立方弱毎秒、木曽川から500立方弱毎秒、小川から100立方弱毎秒、 合計2200立方弱毎秒を取水するという許可を得た。こうした計画変更を経て、大道電力は1936年9月に、根覚め発電所建設に着手する。工事に伴い木曽川電力の季節神戸、小川両発電所を買収の上廃棄し、前述の通り神戸発電所については、取水席、導水路などの一部設備を改修し活用している。 ネザ発電所は1938年9月に、春工、21日に運転を開始した。発電所建設に合わせ、関東方面への季節東京送電線、関西方面への季節大阪送電線の双方へと連絡する送電線が仮設された。従って、ネザ発電所では東西どちらにも送電できる、要、50Hz、60Hz どちらの周波数でも、 運転可能な水車発電機を備えている。1939年4月1日、電力国家管理の担い手として、国策電力会社日本発送電が設立された。同社設立に関係して、大道電力は、電力管理に伴う、車載処理に関する法律第4条、第5条の適用による日本発送電への車載管理、支払い義務継承並びに、 車載担保電力設備の強制買収を前年12月に政府より通知される。買収対象には、根覚め発電所など14カ所の水力発電所が含まれており、これらは日本発送電設立の同日に同社へと継承された。なお、継承直前の1939年3月、基礎川からの取水を625立方弱毎秒に、 小川からの取水を140立方弱毎秒に、それぞれ引き上げて、使用水量を合計2365立方弱毎秒とする許可を得て、同時に発電所出力を当初の32600から3 5 0 0 0ットに増強している。名称根覚めの床根覚め発電所と下流桃山発電所の間の基礎側には、景勝地根覚めの床がある。 桃山発電所の建設時、計画では、根覚めの床の上流側で取水する予定であったが、継承地保存のため付近での水の利用を取りやめ、その取水口を下流側に設置していた。ネ覚め、桃山間が、大道電力時代には開発されなかったため、ここには約23メートルのミリ用落差が残った。太平洋戦争開戦後、電力拡充のためこの区間にも、 開発の手が及び、1943年8月、定進大臣より、日本発送電に対し上げ松発電所、建設命令が発せられた。着工は、同年10月で、1944年12月末までの、工を目指し工事が進められたが、戦時下にあって、資材、労力の不足が続いた。労力については、近隣町村からの勤労報告体や学と、 金道隊の動員によって、過労受て補給したが、資材不足で工事は進まず、1945年3月には、ついにセメントの入荷が皆無となってしまった。終戦により工事は一旦停止されるが、戦後の電力不足によって、翌1946年3月商工大事により、工事続行命令が発せられ、冬の渇水に間に合わせるため12月末までの、 春工を目標に工事が再開された。春工を急ぐため導水路トンネル工事では大部分でコンクリート巻き立てを省略したが、12月に洪水で水路が一部崩壊する事故が発生。復旧のため運転開始は1947年2月13日となった。その後4月より9月末まで河川時期内の海局間を暗挙に改修する工事を実施し、 1949年2月からは、トンネル無関部分の巻き立て工事を、施行、8月10日に竣工させた。校舎の工事に伴い、発電所出力は運転開始時の6 5 0 0ットから8 0 0 0ットに増強されている。太平洋戦争後、1951年5月1日実施の電気事業再編成では、ネ覚め、揚松両発電所、 日本発送電設備の帰属先を発生電力の主消基地によって決定するという潮流主義の原則に基づき、基礎川筋の発電所が関西電力所管となったことによる。関西電力発足後、基礎川中流部においては再開発が進められ、下流側から山口発電所、読書第二発電所が相次いで建設された。これに続いて、 中流部の水路式発電所5カ所に関する再開発が計画され、この区間における河川利用率を向上させるとともに、戦闘不可発電所として運用させるべく、基礎ダム並びに基礎発電所の建設が進められ、1968年に竣工した。ダムは基礎川との合流点直上の大滝川に位置し、水路は季節発電所群の水路の山側を通り地下式の 基礎発電所を経て、大久保発電所直上に設けられた放水口に至る。この基礎ダム開発に伴って、前日の通り根覚め発電所は、大滝川からの取水を基礎発電所と共用の基礎ダムへと切り替え、小川の取水堰も同発電所との共用としている。ありがとうございます。